フレデリック・ウェイン・ハニカットは、アメリカ合衆国、テネシー州チャタヌーガ出身の元プロ野球選手。左投げ左が、野球指導者。1976年の MLB ドラフト17巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。1977年8月に、デイブ・パガンとのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。直後の8月24日にメジャーデビュー。 翌1978年からは先発ローテーション入りし創設期のマリナーズを支えた。1980年にはオールスターに初選出された。1980年12月12日に大型トレードでテキサスレンジャーズへ移籍した。1983年はオールスターに2度目の選出を果たし、後日のトレードまで14勝。 防御率2.42の成績を残していた。この時点で、すでに最終的な規定投球回に達しており、最終的にアメリカンリーグでそれを上回る投手がいなかったため、シーズン終了時点でリーグに所属していないのに最優秀防御率のタイトル獲得という陳事となる。1983年8月19日に、デーブ・スチュワート、 リッキー・ライトとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。1987年8月29日にティム・ベルチャーとのトレードでオークランド・アスレチックスへ移籍した。翌1988年以降は先発登板はなく完全にリリーフに転向した。1989年には世界一を経験した。1993年に アスレチックス対談後は1994年に、レンジャーズ、1995年には再び、アスレチックスとニューヨークヤンキース、1996年からは、セントルイスカージナルスと移籍を繰り返し、1997年に引退した。引退後は2002年から2005年まで、ドジャース参加で、投資コーディネーターを歴任。二千六年には、ドジャースの投資コーチに就任し、 2019年まで14年間、勤めた。シーズン終了後からは、フロント入りする。ありがとうございます。